どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが7月12日金曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日ドラゴンズと戦いましたが、結果0対3、完封負けということで、ゲーム時間は2時間半足らず、もう完敗、手も足も出ないという状況でした。で今日のゲーム、一体何が起こったのか、この点についてお話をしていきます。 よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいですでは早速お話をしていきますがまずはタイガース先発村上投手の立ち上がり 相手先発高橋投手とは今シーズン2度目の投げ合いになりますが中7日で登板日が金曜日に変更になってカード頭を再び任されることになりましたで村上投手は今日の登板に向けて金曜日カード頭ですけどそこまで気負って投げてる感じも去年はなかったんでイケイケっていう感じで勢いのまま言ってた今年もそういう勢いでいけたらとこのようにコメントでその村上投手の立ち上がりですが初回は三者凡退スムーズに立ち上がったですが2回先頭福永選手に2ベースを許し続く高橋周平選手 選手にもライイトにタイムリーツーベースを浴びてしまった、まあ、その中で野口選手のライト守備に関してはまだまだ不慣れなところもありますし、まあ、これからっていうところなんですけどね、まあ、ちょっと打球処理にもたついてしまうような動きもあった中で続く細川選手にはツーランホームランを許してしまいましたでこれでタイガースは6戦連続で先制点を与える形になかなか主導権を握れない展開が続くで一方のタイガース打線ですが相手先発高橋投手の前に沈黙特に3 3回は階打線が3者連続三振 を奪われるなどランナーを出すことができないで試合は中盤へ、まあ、長打3連打で先制点許した村上投手ですが粘っていきます、まあ、特に4回ツーアウトから先ほどホームラン打たれた細川選手の打球、まあ、強烈なピッチャー返しが来たんですがこれ村上投手倒れ込みながらグラブに収めるナイスキャッチこのあたりのフィールディングはさすがですで村上投手のいいプレーが出た直後タイガースに大きなチャンスがやってきました4回ですね 先頭、近本選手がフォアボールで出塁し、続く中野選手が今日、チーム初ヒット、内野安打でチャンスを広げ。 ノーアウトランナー一塁二塁でクリーンナップでしたが前川選手ピッチャーゴールで二三塁でこの時点で内野は1点捨てる形で後ろを守っていたんですが大山選手佐藤選手が連続三振ということでこの回無得点どうしてもクリーンナップで返せないとなると苦しい状況続くまあ特に次の5回ですよ6番野口選手7番梅野選手が2者連続で三球三振まあちなみに今シーズンのタイガースまあ皆さんの記憶にも新しいと思いますがカープの森下投手相手に3者連続三球三振 イマキュレートイニングを、ね、作られていまして、まあ、ここもリーチとなったんですが、まあ、続く小畑選手は初球打ち、まあ、セカンドファールフライということでなかなか打線がつながらず高橋投手に完璧に抑え込まれる展開にでその後の試合展開ですが今日の先発村上投手は7イニングを投げました。 7回で球数97球バッター25人に対して許したヒットは4本ただこれ全部長打だったんですよねで奪った三振6つで与えたフォアボール1つの3失点、まあ、やっぱり全ては2回の3連打、まあ、特に細川選手に浴びてしまったツーラン相手先発が高橋投手ということもそうですし バンンテリンドームでなかなか点の取り合いというのは難しいですから村上投手からすれば悔やまれる被弾になってしまいましたがそれでもずっとゲームは作ってくれてますからねリーグ戦再開後8回3分の1で1失点で7回3失点で今日も7回3失点と先発ピッチャーの役割は果たしてくれていますがこれでシーズン通算成績は3勝6敗ということで防御率は2.19のピッチャーなんですが借金3あるという状況まあやっぱり火曜日や金曜日のローテ頭相手先発もいいピッチャーがどんどん来る中で まあどうしても勝ち星は伸びづらいですがその中でなんとか打線が援護していかなければいけない、まあ、ですが今日相手先発高橋投手にかなり三振を食らってしまい今シーズン17度目の2桁三振なかなか打球が前にすら飛ばない展開続く中で8回チャンス来たんですけどねワンアウトから梅野選手小畑選手が連打でチャンスを作り、まあ、近本選手フォアボールでツーアウト満塁まで行ったんですが中野選手ファーストゴロ、まあ、今日はチャンスを2度作ることに成功しましたがこの得点圏で当たりが出なかったで9回マルテネス投 投手手にに抑え込ままれてしまい、まあ、特に佐藤選手は4打席連続三振で岡田監督は今日のゲームを振り返って特に4回のチャンスワンアウトランナー2塁3塁で連続三振を喫した大山選手佐藤選手に対し前に打ったらええねん簡単なことやいつも言ってるやん三振は何も起きないって簡単なことやでそら何番バッターであろうと。 内野後ろ下がってるのになんでちょこんと当てへんのゴロでもバット当てたらええのに三振は何も起きんそれが4番5番やねんからしゃーないわそれはもう45番に聞いてもらうとわからんいつも同じ状況でとこのように苛立ちを隠せていませんでしたチーム全体12個の三振奪われて今シーズン11度目の完封負けですさあということでここまでが今日の一軍ゲーム内容になりますが今日2軍戦行われましたカープと戦いまして3対2で勝利まずピッチャーの注目ポイントで言うと先発鈴木投手が5回2失点しっかりゲームを 作った後中継ぎ陣がそれぞれ無失点リレー、まあ、以前の動画でもご紹介しましたが現在育成契約の佐藤蓮投手シーズン防御率は2.28どんどん数字が良くなっていて、まあ、やっぱり岩田投手はずっといいですね、まあ、今日も無失点でシーズン防御率は1.40で経験豊富なピッチャー達で言うと岩皿投手梶谷投手がそれぞれ登板しこの2人も無失点、まあ、ただ和田監督は岩皿投手について前回は良かったけど今日は前回ほどのボールじゃなかったし やっぱりレベルっていうところで今更なんかも1軍でバンバン投げられるピッチャーなんでね。 そういう意味では前回はもうこれいけるぞっていう球だったけど今日に関しては岩貞本来のものからしたらもう一つかなと毎日毎日そんな最高の球は投げられないけどそこを目指しながら悪い日は悪いなりに投げられるという状態までは上がってきてるとこのように言及で一方野手を見ていくと今日も猛打賞を記録したのが高寺選手バットが止まりませんで和田監督は高寺選手についていい状態キープしてまた状況に応じたバッティングヒットを打つだけじゃなくてねそれができてるかなとでやっぱり打つだけじゃなくて盗塁もしたし守備でもしっかり守れてる やっぱり3拍子っていうところで勝負しないといけない選手だと思うからどこが欠けてもやっぱり勝負できない選手だと思うやっぱりそこは3つのところで全部レベルアップを目指してやってほしいよねとこのように言及1、まあ、軍では小畑選手が10試合連続安打、まあ、今日のゲームなかなか光が見られませんでしたが、まあ、それでもね明るい材料はゼロではないと思うんでで今後ショート運用でいうとデッドボールで左肩甲骨の骨折があって2軍調整中の木浪選手が16日の2軍戦から実戦復帰する予定です 結果を残さないで上がることは絶対にないしっかりここまでできるというのは見せていきたいとこのようにコメント、まあ、すでに木浪選手は順調に回復しノックであったりシートバッティングしっかりメニューをこなしていますでその木浪選手は最短復帰としてちょうど1週間後、まあ、オールスター前最後の3連戦、まあ、19日から始まる甲子園3連戦をね一つ目標として進んできたんですが岡田監督はその木浪選手の今後について問われると 前半最後の広島戦で一軍に来たんやろ無理せんでええてオールスター明けは大丈夫よとこのように言及ですので実際問題木並選手の一軍復帰はオールスター明けからという形になりそうですかねファームではさらに若い高寺選手が牙を解いている状態ということで、まあ、これからのチーム内競争も引き続き注目していきたいなと思いますはいということで今回の動画では本日7月の12日に行われたドラゴンズとの13回戦についてお話をさせていただきました 結果は0対3の完封負けということでタイガースの連勝は4でストップ、まあ、今日のゲームは始まる前からある程度投手戦が予想されていた中で2回の3失点、まあ、今日村上投手はすべてね許したヒットが長打だったということでそこに泣いた展開で一方打線は高橋投手に完全に抑え込まれてしまったということでここはもう切り替えていくしかありません明日の2戦目が重要です明日を取ることができればイーブンに戻る今後の戦いも引き続き注目していきましょう皆さんは本日のゲームどのように感じましたでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者5万7600人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます 次は目指せ。チャンネル登録者5万8000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。とにかく今日の寒風負けはもう切り替えていくしかない。明日以降も引き続き注目していきましょう。ではまた。